10月18日、野田総理は福島県を訪問しました。まず向かった先は、放射性物質の除染作業を行う現場。この地区は福島市内でも比較的空間の放射線量が高く、市の計画でも優先的に除染をすると決められた地域で、この日から本格的な作業が始まりました。やっぱりボランティアの方と住民の皆さんと一緒にこの土砂上げとか草むしですね、これをやっていく。年内中にはなんとかこの生活空間だけは1マイクロ以下に下げたいというふうに考えています。これは雪が降ってしまいますと除染ができなくなる可能性がありますので、雪が降る前に、はい、お子さんがいらっしゃる場合なんかはもっと優先的に措置できるようになってたと思うんですが、住宅の除染作業は建物の洗浄のほかに庭の表面の削り取りも行います。今回のお宅の庭では作業前、毎時 2.9 マイクロシーベルトだった放射線量が表面の土の除去によって 0.6 マイクロシーベルト程度まで低下しました。この地区には同じように除染を行う住宅がおよそ370世帯、総経費は1億8000万円程度かかると見込まれています。まず除染徹底しなければいけないということを改めて実感しましたですね。第3次補正予算では2500億円予算つけますが、さらに本格的な除染に向けて来年度の予算でもしっかりと予算措置をしていきたいということを改めて思いました。続いて大玉村の仮設住宅を訪問。ここでは町全体が警戒区域に指定されている富岡町から370名が避難、生活をしています。いや、すいません、どうもございます。これが3分になってくったらね、カーペットとかこれこたつとかストーブも10月7日から国の補助の対象になりましたので、はい、そしてこの日最後に訪れたのは郡山市内の幼稚園。園児たちとの交流、保護者の方々と意見交換を行いました。先ほど可愛いお子さんたちの笑顔を拝見して大変元気が出ましたが、切ない思いになりました。総理を切なくさせたもの、それは園児たちの口から出た素朴な願いでした。早くお外で鬼ごっこやリレーをして遊びたいです。お友達とどんぐり拾いやきれいな葉っぱを集めて遊びたいです。政府としてやれることはもうしっかりとやっていきたいと思いますけれども、その際なんといってもチルドレンファースト、特にお子さんの生活圏の中で除染を徹底して、一日も早くですね、元気に外で遊べるような、そういう福島県にしたいということを、花束を頂戴をしながら強く思った次第であります。